皆さんこんにちは、セバスチャンです。こんにちは、かすみです。この動画ではルポールズドラグレースオールスターズシーズン5のエピソード2について、僕らの感想をね、ゆるっと喋っていきたいなと思います。はい、ご覧ください。ではまずワークルームにみんなが戻ってきたところから、メイヒムがすごいなんか良かったって安心してる。そうそうそう、みんなの愛を感じたわみたいな、ね、そう投票で脱落を免れたわけだからっていう中でのジュジュビーのあの気まずそうな顔ね。はい、なんかあれみんな顔に出ちゃうのかな、何なんだろう。まあか、まあまあでもこれイラスト切りないけど、はい、早速脱線するけどなんかやっぱね、俺基本的にドラッグレースの編集はあんまり信用してないから、ああ確かに、なんかあの気まずそうな顔も別にその時に本当にしてたのか、全然関係ない文脈とか関係ない会話の時に気まずそうな顔をしてたジュジュビーをただあそこに埋め込んだのかはまあ分かんないけど、うん、ある。でまあよしゃいいのにブレタスが聞いちゃうんだよね。そう、ブレタスメイヘムに登場したく今いないのかそしたらジュジュビーがこう正直に投票したよって、はい、あのメイヘムがめっちゃ驚いた顔してる。そう、なんかね、メイヘムとジュジュビーはすごい付き合いが長いらしくて、あーそうなんだ。でお互いのこともよく分かってると。でジュジュビーはメイヘムのことをよく知ってるはずなのに、なんで投票するんだっていうのでまあ結構お怒りだったんだけどえでもそれはほらマニラとかがそうだったように、うん、ジュジュビーがもしかしたらメイヘムのことをすごい脅威に感じて早々に落としたんじゃないかなっていう気もするけど、どうなんでしょう。そうそうそう、だから先週の時点では俺らそう思ってて、うん、やっぱオールスターズってそれも一個のやり方というか、そうそう、今カスミも言ってたけど、あのナオミがね、ね、マニラを落とした時みたいに、うん、こう単純に弱いクイーンを脱落させるんじゃなくて、うん、まあ、弱いクイーンはもうその後の週でもいくらでも落とすチャンスはあるだろうってことであえてこう強そうな、たまたまその週失敗しちゃいましたみたいなクイーンをもうそこで落としておくっていうのも、まあ、あんまり成功法ではないけど、まあ、何回か見られた作戦ではあるんだよね。そうだから、まあ出来はデリックの方が悪かったけど、まあ、ここでメイヘムを落としといた方が後々有利かなっていう作戦かなと思ったけど、でも今回本人が、うん、まあ、単純にデリックの方が笑えたっていう、あの前回のタレントショーの時あ言ってたね、確かに。そう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 、だからまあ別にそういう何戦略的な話ではなく、単純にデリックの方が残るにふさわしいと思ったんだみたいな弁明をしてたんだけど、でもあれは笑えてないし客席が、うん、そもそこはもう Nobody knows だからね、うん、はい。そしてアクルヒもまたほらミズクラッカーが衝撃的な発言を、そう唐突に、ね、唐突にこれもまたよしゃいいのに、そうみたいな修正期で、はいはい、オールスターズシーズン3でベンデラがやったみたいに、はい、投票する時ってその投票の候補になってるクイーンたちの名前が書いてあるリップスティックが置いてあるんだよね、鏡の前に、うん、うん、でだから前回で言えばデリックとメイヘムって書いてあるリップスティックがあったんだけど、 それを消してでも修正期でオンジャイナって書いて投票するべきだったみたいなことをクラッカーが言い出し、私はでも前回のオンジャイナのパフォーマンスは、うん、うん、よかったかなって、そうだよね、そもそもね、思ってたから、うん、ちょっと水クラッカーのそういう発言にはびっくりしました。うん、うん、そう、ただなんか先週のそのワークルームでの会話、うん、ブレアとオンジャイナが、いやオールスターズっていうのは自信のあるクイーンがやるものだからみたいな会話をしてる時に、クラッカーがすげえ怪訝そうな目でその会話を見つめてるっていうシーンがもうすでに先週の時点でちゃんと差し込まれてたんだよねあ、よく見てる、さすが。そうだからまあ伏線は張ってあったんだなと思って、あなるほど。だしまあ別にクラッカーの言ってることも正論っちゃ正論だしね。てかまあそれってなんか結構ドラッグレースの中でオールスターズ限らずルーがいつも発信してるメッセージでもあるじゃん、うん、その自分の内側にいる弱気な自分に打ち勝たなきゃいけないのよっていう、そうそうそう、でまあ結局どのシーズンもそれができなかったクイーンから去っていくっていうのは、うん、まあ、まあまああることかなと思うから、で次のチャレンジルーが入ってきて、今週は C メールあったね、うん、あった、
そうシェルがありルーが入ってきて、でもただやっぱりミニチャレンジはなかったけど、うん、なかったね、うん、そうだからまあ今回は3チームに分かれてのメインチャレンジだったんだけど、うん、インディア先週の勝者のインディアにまずその一番の強力なコンペティターは誰かっていうことを聞いたらシアとブレアって答えたんだよね、まあ、シアはまあ分かんじゃん誰がどう見てもそう今回すごい強力な候補じゃん、うん、そこでブレア選ぶかっていうのでマライアもびっくりしてた。マライアびっくりでもすごいブレタス嬉しそうだったのかそうそうそうあれはどうなのブレタス推しとしては妥当なね妥当じゃない。でも今回のブレアはちょっとなんかなんていうの意気込みが違うっていうのを最初に入ってきた時から感じてたし、うん、あ今回って今シーズンってこと？今シーズンそう今シーズン、うんうんうん、そうだね。なんかそうでブレタスを率いるチームはなんとシーズン10チームだよ。シーズン10チームインディアチームがなんか結構アーリーシーズンチームで、うん、こうチームでいろいろ作戦を立てたり歌詞を考えたりしてたけど、うん、そう、ね、そう歌詞を考えるにあたって、うん、まず今回の歌って、うん憧れの男性有名人に対するラブソングを作詞するっていうやつだったから、うんまあ、各クイーンがその自分のモチーフにする有名人を選ぶわけなんだけど、うんまあ、俺はそのアメリカの俳優とか歌手とか基本的にすごい疎いので全然知らないからなんかもうそもそも誰の歌を歌ってるのかっていうのがよく分かんなくてその意味で今週のチャレンジはあんまり 100% は正直楽しめてないんだけど、でもだってジュジュビーはあのフルハウスのジェシー・オイタン、うんまあ、あれが一番有名だったのかな日本では面白かった。なんかミシェルもすごいいいとか言ってたし、うん、そう歌詞を絶賛してたけど、うんめっちゃねまあ、その歌詞を、うん、こうアイディアを出したのはインディアだったっていうね。ねインディア今回のエピソードボトムになっちゃってびっくり。だから今回は本当に負けしチャレンジはなんかあんまり誰も失敗してなかったというか、もちろんやっぱりチームだったから同じチームの中でこう抜きん出てるクイーン、それに比べると埋もれちゃって目線がなかなか集められないクイーンっていうのはいたけど、なんかそこそこみんな滑らずにやってたかなっていう気はするんだよね。そうまあもう一回言うけど俺は歌詞の内容の面白さがわからない今回のに関してはまあ、それもあってっていうのもあるんだと思うけど、歌詞の内容どうのこうのって言われてる人ってあんまりなかった気がする。どうなんだ、まあ、ジュジュビーが褒められたのと、そう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 、あとインディアがそれでなんかちょっと焦点がぼやけてたみたいな指摘はされてたね。歌詞がね、うん、そうなんかでもブレタスはなんかすごいサイコパスなレクターレ レクター、うん、なんであれと思って、そうそうそうそれはなんか誰かも言ってたよね、クイーンの誰かが、うんうん、何なんだろう、もうちょっとイケメンを選ぶのかなみたいなまあそれがこうブレタソなりのジョークだったのかもね。あー確かに、うん、私はここでこのおじさんを選んだのよみたいな、そう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 それも含めてで、まあ後で多分めっちゃ話すけどあのピンクのラメルクも含めて、うん、やっぱ今シーズンのブレタスはこう一皮むけようとしてる感じがそうすごいあるよね。ただの可愛い幼いクイーンじゃないんだぞっていう、うん、うん、だってなんか一番最初にさ私たちさブレタスに会った時って、うん、ニューヨークでえもう本当にもう超可愛いしか、ブレタソの長い話、はい、今週のブレタソでした、はい、今週のブレタソでした、はいはい、っていうでまあそんな感じで、まあ、マキシチャレンジの話は、うん、そうめっちゃ歌が良かった。ブレタソの衣装もめちゃくちゃ可愛くって、今まで見てきたブレタソの衣装というかこのドラッグレース史上の中で一番好きな衣装かもしれないっていうぐらい好き。強いて言うならちょっとなんかね、あアニメ系、あなんかここなんかツインテールだったし、うん、なんかすごいなんかめっちゃミニスカートじゃなかった、なんかパンツめっちゃ見えてたよね。そうミニスカートだけどすごいこうふわっとした感じで、うん、あと俺もなんかやっぱ友達からさ、うん、あのドラッグレースに全然興味ない友達に、うん、ドラッグレースの話をするときに、うん、
とりあえずブレたその画像を検索させて、うん、すげえ可愛い国もいるんだぞっていうのを見せるのには最適な国だよね。わかる。でも私一回アリッサ見せたら、あーみたいな。そう、アリッサはやっぱりパーソナリティも含めてだから、そう、なんか、あ、すごいねみたいな。アクタンも見せたけど、アクタン素顔すごいかっこいいけど、うん、なんかたまにほらドラッグ姿だと奇抜な格好、なんか目に白いコンタクトとか入れたりして、うん、それとかだとちょっとなんか一般受けはあんまよろしくなさそう。そうだね、そこはやっぱりあの、うん、シャロンのドラッグドーターが出ちゃう時があるからね。そうね、そう、さすがって、うん、シャロンワークザワールド、いや結構あれ入れ替わりが激しくって、うん、直前でミシェルが怪我で来ない、来なくなったって言ってて、で私羽田にお迎えに行った時、私てっきりシャロンがいるとずっと思ってて、うん、シャロンがいない、シャロンがいない、シャロンがいないって言って、でワークコンによくいるスタッフの人にシャロンはって聞いたら、シャロンはいないよって言われて、出たよ、あるあるだよと思って。そうなんかね、てかね、あのドラクエス系のそういうイベント、ドラッグコンも含めてだけど、そうなんかもうちょっとそう、 そういう変更とか発信してほしいなと思うよね。なんかドラッグコンでも さ来るって言ってたクイーンが来なくて、ニューヨークか LA どっちかさ、なんかチャチキ来る、チャチキ来るって言ってたじゃん。蓋開けたらいなかったし。それあの夜のイベントの方でしょ。あ、そう、夜のイベントだっけな。そうだってポスターに載ってるのに。そう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 、そうあるよね、いないみたいな。で、あとなんかアラスカで、アラスカ、そう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 、アラスカひどいよね。アラスカはあの普通にドラッグコンのブースがちゃんとアラスカブースがあって、で結構みんな並んでたりしてたんで、なんかあのクイーンって、それはアラスカに限らずドラッグコンの時のクイーンって、うん、ずっとブースにいるわけじゃなくって、そうなんかパネルに出たり、そうそうそう、あとランウェイに出たり、そうなんかいろいろ掛け持ちをしてるから、そうそう、だからそのブースがストップする時間帯っていうのも結構あるんで、アラスカに関してもなんかその日多分ライブかなんかがあったんじゃなかったっけ、ライブだかランウェイだかも入ってたから、まあ、だから今この場にいないのは、まあ、多分そういうことだよねってなって、うん、でじゃあいつ来るのかっていうのをスタッフに聞いたら、最初はなんか何時ぐらいになったら来るはずだったって言われたんだけど、言われた言われた、その時間になって行ったら来ないって言われて、嘘でしょってなって、だったし、それはまだいい方だけどさ、なんかもうスタッフもよく分かってない時も結構あるじゃん。そう、あとはなんかブースの場所とかね、地図見て探せみたいな、結構広いからさ会場が、だからなんかその辺のスタッフつかないで誰々のブースどこって聞いても、そうなんかインスタに載ってるからそれ見てみたいな、そうそうそう、全然まあまあ見ろよっつう話なんだけど、ね、全然いいんだけど、全然文句ではないんだけど、そうで、あれなんか話がまた出した。何の話したの？何の？で、まあじゃあ I'm in Love はいいか。I'm in Love の曲は iTunes でもダウンロードできるし、日本の LINE Music でもダウンロードできることを確認しましたので、ぜひみんな聞いてみてください。はい。で、はい、ランウェイだね。ランウェイ。印象に残ったクイーンは？エムブレア。あ、まあそうだね、ピンクのね。そう。そう。まあだからあれもやっぱ脱皮感があるよね。うん、脱皮感あったし、ああいうことってシーズン10では全然しなかったじゃん。しなかったね。なんか割と成功法の、そう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 、可愛い綺麗でそうって感じだったけど、ああいうなんか個性派みたいな、うん、スタイルってあんまり選んでなかった印象があるから、うん、だからびっくりした。あとは印象に残ったのはジュジュビー、もう綺麗だった、本当に綺麗だった、綺麗だった、はい、あのシェイプが良かったよね、あのなんか、そう、良かった、砂時計型というか、あとジュジュピーはやっぱね、表情の作り方が抜群にうまいんだよね。そう、うん、だ表現力というかそれも含めての、うん、なんつうの、うん、高骨とした表情とか、そう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 、すごい上手だなと。そう、上手、うん、であとはやっぱりもう視野が、うん、そうだ、そうだ、そうやばくて、俺結構あれトップ5ぐらい、歴代のドラッグレースのランウェイルックトップ5に入るぐらい、うん、マジで出てきた時はっ！ってなった。でなんかルーがシアがそランウェイから去っていくときに、なんかジョセフィン・ベイカーって叫んでて、なんかジョセフィン・ベイカーってアメリカとかで活躍したすごい昔の、あのすごいスタイルがいい踊り子さんとか歌手とかやってた人なんだけど、もうあのビーナスって呼ばれたぐらいの人で、ものすごい褒め言葉だってことで、ね、めっちゃすごい、その名前を引き合いに出す、めっちゃ嬉しいと思うよ、シアもそんなこと言われて。そうだから、マキシチャレンジを見た段階ではやっぱブレタス強えなと思ってたんだけど、しなんか今回結構ブレタスよく映ってたんだよね。よく映ってた、なんか準備段階、そう、常になんかセンターにいてさそう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 、だから
あこれもうついにブレタスを負けしチャレンジ取るなって思ってたんだけど、ランウェイでシアが登場した瞬間、そう、うわ、もう今週はシアだなっていう、 あれはその足の長さとかもうすごい体の美しいフォルムがすっごい本当に生かされてたドレスだったなって、ね、自分の体をよく分かってるし、うん、その生かし方が上手なんだよね。あと俺マライアもすげえ綺麗だなと思って、ランウェイが、はいはいはい、なんかなんでボトムなんだろうって、はいはい、てか、ま、なんかそれ別にルポールも言ってたよね、今回はすごいこう誰をボトムに選ぶかって難しいけど、うん、まあでも誰かをボトムに入れないといけないゲームだから、うん、私的にセーフ、全然セーフ。負けしチャレンジもランウェイも終わって、うん、でトップとボトムも決まってワークルームに帰ってきた時に、うん、オンジャイナが泣きながら話すじゃん、うん、私でいいよみたいな、もうなんか半分ギブアップ宣言みたいなことをしてる時の、うん、その話を聞いてるクラッカーがめっちゃ美しかった。なんか涙をこらえ、なんていうのかな、すごい複雑な顔をしてたんだよ。なんかちょっと泣きそうでもあるし、でもやっぱりそんな自信のないことを言うことに対する、え何言ってんのみたいな憤りみたいなのもちょっと表情にあるし、え多分絶対水クラッカーってオンジャイナに対してすごいリスペクトがあったと思って、やっぱりオンジャイナって、うん、そうシーズン1のこの人たちがいなかったら、うん、もうこの番組がここまで続いてないっていうぐらいの多分レジェンド的な人でもあるから、うん、そういうリスペクトを自分が持ってる人が弱音を吐いちゃったっていうところがちょっとなんか、あ、そうだね、うん、辛かったのかもしれないね、もしかしたら、うんうんうん、でオンジャイナになって、その感動的なルー様とのオンジャイナと感動的なやり取りが繰り広げられる、はいはい、11年前にってやつね。それ本当にちょっともう一番うるってきたの、うん、こういや実際多分ねオンジャイナから影響を受けてる部分ってルーはすごい大きくて、うん、あのレイディーボーイっていう歌あるじゃん、うん、ルーのレイディーボーイ、はい、レイディーボーイってやつ、うん、あれはオンジャイナをモデルにして書いた歌なんじゃないかって言われてるんだよね。まあ、あくまで噂だけど、なんか私たちさニューヨークのさ、なんかニューヨークに行った時シーズン1をちゃんと見れてなかったから、私ね俺見てたよ、見てたよ。俺オンジャイナオンジャイナって言ったよそういたんだよね、ニューヨークにオンジャイナ、ね、でもそうニューヨークにオンジャイナいてオンジャイナ見たのちゃんと、でも、うん、あんまりなんか並んでなくて、ただなんかやっぱね昔のシーズン、これは俺なんかねアメリカのファンを見ててもすごい思うし、まあ実際数値としてそうなんだけど、ドラッグレースがすげえ跳ね出したのってシーズン4、5、6とかその辺からなんだよね。意外と最初の頃のシーズンって普通にアメリカのファンもあんまり知らない人多くて、へー、うん、あレイヴンとか会いたいだあそうだからレイヴンとかはさ、やっぱ今でもガンガン出てんじゃん、うん、ドラッグレース関係のコンテンツに、うん、ファッションルビューもやってるし、うん、UK にも出てたし、だそういうクイーンは全然人気なんだけど、そうだね、だからこうやってね、うん、オールスターズに出るとドラッグコーンもめっちゃ並ぶようになっちゃうんだよね。あなっちゃうとか、うん、いいことなんだけど、だって最初に行った時私たちはブレタソって爆発的な人気でもうどうしようみたいな感じで行ったら、いやそれ思ってなかったそれそれは別に思ってなかったけどはい、なんとこかな。アリッサとか一切喋ってないけど大丈夫でも本気出してないように感じたやっぱり、うん、だから俺的には今回はまあまあもう結果論だから分かんないんだけど、やっぱシアが勝ったからアサシンはサシャに来てほしかった、サシャベロはであの因縁の対決をもう一回やって、確かに確かにシアがサシャを倒すっていう、でもシアも絶対今回取りに来てると思う。いや取りに来てるし、うん、いや俺もう結構シアジュジュビーはやっぱ来んじゃないかなと思って、まあそんな感じで、そんな感じでですかね、だらと、はい、はい、ということでチャンネル登録もお願いします、はい、お願いします。